で15系ディーゼル機関車は、日本国有鉄道が開発、設計、製造した、中型液体式除雪用ディーゼル機関車。稼働中ので15系、マリモを牽引するで15,501、ラッセル式除雪機関車としては1961年に、DD15 型が登場していたが、除雪装置を装着した際の軸重が15.5トンとなるために、 線路等級の低い平線以下の線区には入線することが不可能であった。従って、これらの定規格線区では、旧来からの雪かき車を機関車で推進して除雪する方式で行わざるを得なかった。そこで、除雪車両の高性能化と近代化を図るため、DD20 型をベースにし、ラッセル除雪装置を機関車に固定した。 DD21 型が1963年に試作されたが、除雪装置を装着したままでのローカル線運用や入れ替え作業に不便があり1両のみの製造にとどまった。DD21 系の欠点を是正し、デジュー型をベースに開発された定期核線区に入線可能な除雪用機関車が本形式であり、1967年から1981年までの間に、 計58両が製造された除雪時には、機関車本体の前後に二軸台車を使用した、ラッセルヘッドを連結する。除雪機以外には停車場構内での入れ替え作業や、本線の客から列車検員にも使用されることを考慮し、ラッセルヘッドの連結解決作業は簡略化、省力化できるように設計された。機関車本体とラッセルヘッドとの 連結武器関車本体の基本的な構造は、デジュー型とほぼ同じであるが、ラッセルヘッド連結のための装備が設けられている。ラッセルヘッドとは3箇所の密着連結リンクで、連結されるため、ナンバープレート部分中央の1箇所と下部にある2つの、後部標識等の内側の2箇所に、密着連結リンクが装着されている。また、ナンバープレート中央部のそれには、 電気連結器が装備されたため、ナンバープレートは中央部分が分割されており、後部標識等もで10型に比べ外方に寄せて取り付けられている。なお、これらのリンクは取り外し可能である。これらの装備により、ラッセルヘッド車運転台から機関車の運転操作が可能となっている。製造開始時は、単価白式ラッセルヘッドで折り返し時にラッセルヘッドの車体を 台車の中心を視点に、油圧で180度方向転換させて、機関車本体を反対側に連結する構造であった。そのため、側線を使って、機関車本体の着回しをする手間を要した。ところが、終端駅の側線が雪で埋没することで、方向転換不能に陥るケースや、ラッセルヘッドの回転スペース確保のため線路脇の除雪が必要となる、 等の問題点が生じたため、その改善策として、1976年からは、両等式で製造された。また、ラッセルヘッド車の形状には単線型と、複線型がある。製造機によって一部仕様が違い、後に改造による改版も発生している。国鉄分割民営化時は、北海道旅客鉄道、東日本旅客鉄道、東海旅客鉄道、 西日本旅客鉄道の4車に計84両が承継された。2000年代以降は補選要員のみで操作できるという勘弁さや経費の面から除雪用モーターカーが使用されることが多く本形式の稼働率は落ちており、余剰車の一部は日本貨物鉄道へ売却され、手順計3000.3500番台に改造されている。2015年3月14日の 北陸新幹線長野駅金沢駅間開業に伴い JR 西日本に配置されていた2両が北陸新幹線の並行在来線である北陸本線の富山県区間を経営する愛の風富山鉄道へ譲渡された JR 以外の鉄道事業者でラッセルヘッドがついた状態ので15型が運用される初のケースとなる JR 北海道発足時点では36両が承継された。2020年4月現在では、旭川運転所に12両が配置されており、当期は全道の運転所、主要駅に配置され除雪作業に使用される。1520と2510を除く全車に GPS が取り付けられている。この GPS は、 踏切や橋梁など、除雪作業の障害となるものの位置を知ることにより、ビング開閉などの作業をスムーズに行えるように導入されたものである。排雪作業を行わない春季火器に関しては、SL 列車の放棄、SL 及び客車等の回送列車、臨時列車の牽引機として使用される。かつては、バラストレールの冷却水筒散布に使われることも、あった。 なお、JR 北海道では、本系列の老朽化を踏まえ、大型除雪機械をベースとした新型ラッセル車の開発を進めており、2019年度に、量産先行車が投入される予定である。2020年4月現在では、長岡車両センターに事業が配置されている。JR 東日本では前日の除雪用モーターカーの、使用や新型の除雪車 ENR-1000 型の、 登場などにより、ほとんどの車両が廃車となった。JR 東日本発足時には33両が、承継された。2009年4月時点では17両が在籍していた、ものの、14両が廃車され、日本貨物鉄道へ売却された。JR 貨物では、機関車本タイのラッセルヘッドとの連結機能を、撤去し、で、重計3000.3500番台として、使用している。 JR 東海発足時に1531.1541の2両が承継されて、美濃大田車両区に配置され、高山本線及び東海道本線、大垣前原間の排泄に使用された。2011年冬季の運用をもって1541は、JR 西日本金沢総合車両所と山支所へ、転属。2012年3月29日に、 美濃太田車両区からイノ谷駅へ改装され、4月2日深夜から3日にかけて金沢へ改装された。1531は保留車として浜松工場に留置されていたが、2013年に入って解体された。これをもって JR 東海の機関車はすべて消滅した。 後藤総合車両所所属ので152558、JR 西日本発足時には13両が、承継された。2020年4月現在では、金沢総合車両所と山市所に3両、後藤総合車両所に1両の、計4両が配置されている。JR 西日本では、新型の除雪機動車機や143型の登場により順次置き換えられていく予定である。 JR 北陸本線の富山県区間の JR 西日本からの移管に際し、同社から2両が譲渡された。2020年度及び2022年度に ENR1000 型を1両ずつ、計2両の増備を行って置き換えられる予定である。秋田臨海鉄道には、 トカ鉄道から購入したデジュから1250と JR 北海道から購入したデジューから1251が在籍した。1250号機は1976年製の元十五千五5525で、承継した JR 東日本青森車両センターで2008年に廃車された後、JR 北海道内部工場でラッセルヘッドなどの除雪用機器を撤去し、 トカチ鉄道へ譲渡された。2012年5月にトカチ鉄道が鉄道貨物輸送から撤退したことに伴い、同年11月に秋田臨港鉄道へ譲渡された。1251号機は1981年製の元で152526で、釧路運輸車両所時代には、専門本線の貨物列車や DL 冬の出現号の牽引 SL 冬の出現号の放棄も担当した。2016年4月に JR 北海道苗保工場に入場1255号機同様に除雪用機器を撤去し、秋田臨海鉄道には2016年12月に入線運用を開始した。同社では、十勝鉄道から購入した手10から1543と共に使用された。 2021年3月12日の秋田臨海鉄、道南線廃止を受け、1250号機は、同年2月22日に運用を離脱、同月28日に輸送を開始し、3月1日付で仙台臨海鉄道へ譲渡された。1251号機は、同年5月1日、2日に行われる、最初で最後の国鉄型ディーゼル機関車。 運転体験会に使用される予定その後、同期は、同年5月10日、西能鉄道に譲渡されることが発表され、回路及び陸路で輸送され、同年6月22日美の赤坂へ到着した。ありがとうございます。